はい、皆さんこんにちは、製麺機です。今日はお昼ご飯、こちら、セコマさんの北海道産山わさび塩、山わさび塩ラーメン、こちらをいただいてみたいと思います。こんな感じで刺激アップ、山わさび塩ラーメンね。で、エネルギーが301キロカロリー、まあまあですね、そんなにまあカロリー高いってわけではないですけども、こんな感じで食べていきたいと思います。山わさび塩ラーメン、許容範囲ですかね。500キロカロリーとか、あの激辛ラーメンとか食べると500キロカロリーぐらいあるんだ、あっちは。あ、粉末スープが別に入ってました。あれですよね、やっぱわさびが入ってるんで、わさびのこう辛いのが抜けないようにしてるんでしょうね。粉末スープを取り出して、粉末スープを入れて熱湯を注ぐと。なるほど。では粉末スープ入れてみたいと思います。粉末スープこんな感じになってます。白っぽいですね、塩ラーメンなんで。これを入れて、でお湯を入れて、よいしょ、お湯も入りました。こんな感じでナルトとか浮いてますけども、ではこれでちょっとこう重しをして、これで、3分待ちたいと思います。では3分経ちましたんで、ちょっと開けてみたいと思います。おー、こんな感じですね。結構具も入ってますね。キャベツとネギとメンマと、あとミンチのお肉、こんな感じですね。じゃあちょっとかき混ぜて、あ、わさびの匂いします。わさびの匂いしてきました。ではこんな感じでどうでしょう。では準備ができたんで早速食べていきたいと思います。もうちょっとかき混ぜて、ではわさびの味しますかどうか。ではいただきます。わさびのツンとした感じあります。わさびの味っていうより、わさびのこの刺激があるっていう、あ、結構わさびきますきます。いや、思ったよりわさびしてますね。じゃあスープ飲んでみます。すごいわさびの辛さあります。ではサラダも用意したんで、サラダも食べていきたいと思います。よいしょ、サラダもさっぱりするんで、ちょっと量少ないですけども今日は、ではさらに食べていきたいと思います。ナルト結構入ってたんですけども、
底の方に沈んじゃったんですかね。よいしょ。ああ、ナルトがもったいない。よいしょ、ナルトと一緒に食べたいんですけども。よっ、よいしょ、ナルトといただきます。うん、うん、ナルトも美味しいですね。うん、いや、ほんとす、もう目にきますよ。わさびの刺激がもう目にくるぐらい結構きます。うん、いやー、すごいな。いやいやいや、すごい、すごいわさびです。でまた塩味で、この塩味もいいですね。ちょうどいい感じでわさびと塩合います、やっぱり。うん、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 うわ、もう鼻にすごいきます、わさびが。ではサラダ、こんだけなんでもうサラダ食べちゃいます。ではサラダも食べ終わりました。じゃあ続きを食べていきたいと思います。うん、これもわさび好きな方にはもうもってこいって感じですね。私わさび大好きなんで、これすごくいいです。よいしょ、見てるかな。いただきます。うん、よいしょ、うん、いや、最後の方までしっかりわさび効いてます。全部飲んじゃいそうです、美味しくて。うん、もうあともうこれだけなんで直接飲んじゃいます。うん、ごちそうさまでした。あ、美味しかったです。では今日は山わさびラーメン、山わさび塩ラーメンいただきました。今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。また後で動画アップすると思いますのでよろしくお願いします。またカップラーメン美味しそうなのあったら、紹介していきたいと思います。では今日のところはこの辺で失礼してさせていただきます。